We've now reached the half hour mark. This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。皆さんこんばんは。今日は3月13日土曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。商務省国際貿易振興局 DITP がインドの民間企業との間で COVID-19 後の両国の宝石・宝飾品業界のチャンスについて話し合いました。タイのアーティストや俳優らがザ・ブルーカーペットショーを通じてタイ全国から善意を募り、それらを貧困家庭の子どもたちに届けました。商務省によりますと、中国はタイのカラーストーンやシルバー宝飾品にとっての大きな市場となる可能性を秘めているということです。タイの若いイノベーターがジェネレーションアンリミテッドユースチャレンジでグローバルアワードを受賞しました。では最初のニュースです。商務省国際貿易振興局 DITP がインドの民間企業との間で COVID-19 後の両国の宝石・宝飾品業界のチャンスについて話し合いました。 DITP は先ごろ COVID-19 後の危機管理及び影響緩和と宝石・宝飾品産業活性化戦略というテーマでオンラインによるセミナー・ウェビナーを開きました。タイとインドとの関係強化及び貿易協力促進を目的としたこのセミナーには、宝石産業の最前線に立っている企業から多くの関心を集めました。 COVID-19 の感染拡大に伴うロックダウンやソーシャルディスタンシングは世界中の宝石・宝飾品業界にも影響を及ぼしています。感染拡大により宝石や宝飾品への需要、それに取引は大きく落ち込んでいます。2020年の1月以降、金を除くタイからの宝石・宝飾品輸出高は前年同期に比べ 25.31% も減少しています。しかし DITP では COVID-19 が収まればタイの宝石・宝飾品産業はすぐにかつて経験したことのないほど強くなるだろうとの確信を示しています。次に、タイのアーティストや俳優らがザ・ブルーカーペットショーを通じてタイ全国から善意を募り、それらを貧困家庭の子どもたちに届けました。ユニセフのタイ支部が主催した第3回ブルーカーペットショーは
タイ及び世界中の貧しい子どもたちの暮らしぶりを良くするため、エンターテイメント関係者やビジネス部門、アライアンス、それに全国のタイ人から大きな善意を集め、大成功を収めました。このプログラムのハイライトの一つとしては、タイのユニセフ親善大使アナン・パンヤラジュン元首相がショートフィルムでタイの子どもたちの暮らしぶりを伝えたことが挙げられます。また著名人たちもどのようにすれば子どもと家族をウイルス感染から守ることができるかというメッセージを加え、ユニセフも移民労働者の子どもや家族を含め脆弱な立場にある人たちへの COVID-19 による社会経済的影響を示しました。今回のショーではタイ及び世界中でのユニセフの活動を支援するため合わせて2761万7000バーツの善意が寄せられました。次に商務省によりますと、中国はタイのカラーストーンやシルバー宝飾品にとっての大きな市場となる可能性を秘めているということです。中国の上海に駐在しているタイの通商代表は、タイの宝飾品は中国市場に進出できる可能性がかなりあると述べた上で、カラーストーンやシルバーの宝飾品は近代的なデザインを好む若い中国人の間で人気を博しつつあると付け加えました。上海にあるタイ総領事館のジダナン・ヒランヤ・サムリット商務代表は、中国での COVID-19 の状況は日増しに改善してきている、宝石や宝飾品を含め様々なビジネスが徐々に再開しているし、前回の感染拡大が続いていた時に比べ買い物に出かける人の数も増えてきていると述べています。中国はアメリカに次いで世界で2番目に大きな宝石・宝飾品市場で、購買力の高い消費者の多くは北京や上海、深圳、広州などといった大都市に住んでいます。中国の消費者にはすぐに現金に換えることができる金が一番人気があります。中国の若い消費者にはきめ細かなデザインの製品も人気があります。一方、タイの宝飾品業界に関しては、国際貿易振興局 DITP が主催しているバンコク宝石宝飾品フェア BGJF がタイの宝石宝飾品産業の潜在力や強さを示す最も活気のあるマーケティングツールとなっています。 BGJF はまた地元および外国の宝石宝飾品トレーダーが一堂に集まり、彼らが自信を持って進める商品を展示するとともに、彼らに世界中からの潜在的なパートナーと会い、取引を行うための新たな機会を提供する場となっています。次に、タイの若いイノベーターがジェネレーションアンリミテッドユースチャレンジでグローバルアワードを受賞しました。社会問題に取り組むための解決策を練る際に、14歳から24歳の若者の想像力を解き放つことを目的としたこのプロジェクトで、タイの若いイノベーターが賞を受賞したのはこれで2年連続となりました。タイ南部にあるパタニ県とヤラ県からの若者たちによるチームムアリムは、世界38カ国から参加した180チームの中から受賞チーム8チームの一つに選ばれました。彼らがこのプロジェクトで提案したアイディアは、蛇とはしごのボードゲームでした。このゲームは小学生の子どもたちに、いじめやいじめによる悪影響に関する教育を行えるとともに、彼らが平和的な問題解決方法について学んだり、彼らに他人への思いやりや他人を尊重する態度を育ませることにもつながります。このプロジェクトジェネレーションアンリミテッドは、若者向けにより良き教育や技能研修、雇用、それに就業機会を創造することを目的として、去る2018年の国連総会で開始された
世界的なパートナーシップです。2020年には世界中で1500万人以上がこのプロジェクトに関わりました。今年の受賞チームには彼らのアイデアを具体化させ、今後地域社会内に変化をもたらすための資金としてそれぞれ1万5000ドルが贈られました。今日お伝えしたニュースは次の通りです。商務省国際貿易振興局 DITP がインドの民間企業との間で COVID-19 後の両国の宝石・宝飾品業界のチャンスについて話し合いました。タイのアーティストや俳優らがザ・ブルーカーペットショーを通じてタイ全国から善意を募り、それらを貧困家庭の子どもたちに届けました。商務省によりますと、中国はタイのカラーストーンやシルバー宝飾品にとっての大きな市場となる可能性を秘めているということです。タイの若いイノベーターがジェネレーションアンリミテッドユースチャレンジでグローバルアワードを受賞しました。続いてニュース展望です。今日は COVID-19 による影響にもかかわらず増大しているタイからの果物輸出というニュース展望をお伝えします。政府のラチャダ・ダナディレク副報道官によりますと、世界経済に多大な影響を及ぼしている COVID-19 が蔓延している中、昨年タイからの果物輸出は 15.4% 増大したということです。同副報道官は、昨年タイからの輸出高は 6% 減少したが、農業部門は成長し続けた。中でも果物の輸出量は昨年16万4000トン、金額にして1040億バーツに上ったと述べました。同副報道官は、この理由の一つとして、タイの農産物の品質を上げることができる。それ以外にも、民間部門が持ち備えている潜在力やオンライン・オフラインの両方で新たなマーケットを見出すことや、品質や安全性といった面での市場ニーズに対応した生産を行うための、商務省と農業協同組合所との間での共同企画も大きな要因となっている。政府はタイを高品質な食品及び農産物の世界的なハブにするという方針を持っていると強調しました。またジュリン・ラクサナ・ウィシット副首相兼商務大臣は、タイからの輸出や e コマースを拡大させるため、海外43カ国に駐在している商務カウンセラーに対し、海外市場における需要について調査するよう指示を出しています。同大臣はまた、タイの製品を中国やインド、それにアメリカといった主要なマーケットに流通させるための方法を模索しています。今年はすでにタイからの輸出を 4% 拡大させるという目標が設定されています。今日は COVID-19 による影響にもかかわらず増大しているタイからの果物輸出というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。ラジオタイランドの日本語放送は、毎日、タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese.